俺の名前は教えてくれよ。30代のフリーターだ。今日は給料日だし、豪華にファミレス料理だな。月一の楽しみはファミレスでうまいものを思いっきり食うことだ。あら、クレオ、またファミレス？え、なんだよリオ、おごらないぞ。別に自分の食事代くらい自分で払うし、一緒に行くなんて言ってないわよ。こいつは幼馴染のサイゼリオ。こいつにはちょっと困ってることがあって。でも行くならサイゼリアに行きましょう。またサイゼかよ。いいじゃない、理系集団の経営する最新鋭のファミレスよ。だからっていつもサイゼリアに行かなくていいだろう。サイゼ以外に最高な店があるっていうの？わかったよ。結局サイゼに来てしまった。あー、楽しみだな。今日はエスカルゴにしようかな。それともペペロンチーノもいいかも。あ、この光景何？私になんかついてる？いや、なんかずっと前に炎上したイラストと構図が似てるなと。ああ、萌えの炎上ね。向かい合って座ってるからそう見えるかも。サイゼリアって特定の界隈の人たちによく燃やされるんだ。炎上した絵もサイゼで喜ぶ安っぽい女を描いて何が楽しいんだみたいな怒り方だったな。いや、別にデートでサイゼ来て何が悪いのよ。だな。でもそれもサイゼリアの戦略の一つだって言われてるのよね。どういうことだ？確かにサイゼって定期的に炎上するけど、その炎上をサイゼリアはわざと煽ってるって噂があるのよ。なんでそんなことを？その炎上自体がサイゼリアの知名度をアップさせてるの。確かに、何かというとサイゼって SNS でうまい安いって話題になる。サイゼには安い、美味しいってイメージが定着してる証拠よ。確かに、それは宣伝しなくてもいいかもしれない。でもどうするクレオン、サイゼリアがわざと炎上を起こしてるとしたら。まさかそんな。でもそう思えちゃうほど巧みな戦略をサイゼリアは取ってるの。どういうことだ？それよりほら、オーダー書いて。え、紙に自分で書くの？そうよ、それがサイゼリア。こちらのオーダーでお間違いないですね。はい、では復唱いたします。ミラノ風ドリア、スープ入り塩味ボンゴレ、爽やか人参サラダ、ほうれん草のクタクタ、エスカルゴのオーブン焼き、セットドリンクが2点でよろしいでしょうか？ OK です。ではご注文が届くまで少々お待ちください。何あれ、サイゼってこんな感じだったっけ？あれ、いつも来てるのに忘れちゃった？お前のサイゼ推しが嫌で誘われても断固として別の店選んでたからな。そういや、そうだったね。今は普通にタッチパネル方式が普通じゃないの？新型ウイルスの影響とかあるし。ああ、そこにもサイゼ流の経営戦略があるのよ。サイゼ流の経営戦略？店員が復唱しながら端末にメニューを打ち込むシステム、2020年の7月から導入されているの。そんな前からあるのか。それに私たちは事前に紙にメニューを書くでしょ。こうすることでオーダー待ちの時間も短縮、感染防止やオーダーミスも減らすことができるのよ。でもそれならなおさらタッチパネルの方が良くないか？そこが一味違うのよね。サイゼリアの元社長堀野一成氏はとあるインタビューでこう言ってるの。サイゼリアはフルサービスのレストラン、接客は省けない。どういうこと？別に接客にそんな重きを置かなくてもいいような。これにはちょっと解説が必要ね。企業が成長していく過程は4段階に分かれるわ。導入期、成長期、成熟期と売り上げが拡大して最後の衰退期に入るの。今のサイゼリアは成熟期、売り上げが頭打ちになる時期よ。この段階の企業はコスト優位性を生かしてシェアを維持することが大切なの。ごめん、言いたいことがよくわからない。サイゼリアのようなお店はもう新規の顧客があまり望めない。だからいかに常連のお客さんの来店頻度を多くするか、使ってもらうお金を多くするかが課題になってくるの。なるほど、なんとなく分かってきた。
そこで重要になってくるのが企業の好感度、一般的にブランディングと呼ばれるものね。それと対面でのメニューの読み上げがどう関係してるんだ？飲食店の場合、イメージアップには顧客との交流が欠かせないの。なるほど。他の外食チェーンがタブレットで接客の頻度も減ってるってことは、そこで他店との差別化もできて店の好感度も上げられるってこと。一石二鳥でしょ。あとはメニュー表にも注目ね。クレオは何を頼んだんだっけ？ミラノフードリアだぜ。確か300円だっけな。それと300円のほうれん草のクタクタとドリンクバー200円。私はスープ入り塩味ボンゴレ500円と爽やか人参サラダ200円、それからドリンクバーとクレオと食べるエスカルゴのオーブン焼き400円よね。あれ、なんか変わってないか？気がついた？前のサイゼリアって399円とか中途半端な料金価格だったような。そう、50円単位の価格設定に変化してるの。これって実質的な値上がり？材料費高騰してるし。いえ、全体的にはお値段据え置きで値上げはしてないわ。それ大丈夫なのか？うん、代わりに価格が安くなってるライスは値下がりしてるの。169円が150円になった。19円安くなってるのよね。ミラノフードリアは299円から300円になり1円値上げ。139円のプチフォカッチャは150円になって11円の値上げかな。微妙な値上がりと値下がり価格だな。こちら爽やか人参サラダとほうれん草のクタクタをお持ちしました。ありがとうございます。50円単位で価格が変化するから便利なこともあるわよね。支払いの時は小銭出さなくていいよな。そう、そこがサイゼの狙いなのよ。なんだって？サイゼリアではこれにより小銭を扱う率が 60% から 80% 減。これは釣り銭ミスの防止に役立ったの。それだけでなく会計にかかる時間が 30% も短縮されたのよ。来店したグループがまとめて払うケースも増えて会計時間が短縮されたの。さらに50円単位にすることで平均の客単価もアップしてるのよ。どういうことだ？料理を注文しやすくなって1000円台の大台を目安にメニューを頼む人が増えたの。ちなみに私の頼んだメニューも合計で900円よ。この価格設定ならキリのいい値段で注文するよな。そのおかげで700円台前半だった客単価が746円にまでアップしたの。さらに他の外食チェーンと違ってサイゼリアは値上げをしてない。全体的に価格は据え置きで安くなってるメニューもある。これは相対的に値下げしている状態に近いな。そう、サイゼはそこを狙って価格改定もしてるの。でもサイゼリアがもっとすごいところはキャッシュレスにしなかったところね。どういうことだ？2019年には消費増税に伴って政府がキャッシュレス還元事業を行っていたわ。その当時でも1100店舗あるサイゼリアの8割は現金決済が主流だったの。それはさすがに時代に乗り遅れすぎでは。2021年4月にはさすがにキャッシュレス決済にも対応するようになったけどね。めっちゃ遅い。でもこのキャッシュレス化には莫大なコストがかかるわ。確かに端末入れるだけでもすっごく金かかりそう。サイゼリアは原価率が高く利幅の少ないビジネスモデルを採用しているの。そこにキャッシュレスの手数料がのしかかれば大きなコストになる。これらを賄うためには大幅な顧客増と売上増が必須よ。でも当時は新型ウイルスが猛威を振るっていた時期、感染対策のためにサイゼは8割もの客数を減らすことになった。そこで営業時間の短縮が追い打ちをかけたの。赤字は必須だな。だからサイゼはキャッシュレス化を見送ったのよ。その代わりに紙オーダーによる業務の効率化、客単価の上がる価格設定などコストがかからず利益が上がる改革を優先していった。そしてタブレット端末の普及と発展を見守ることにしたの。どういうことだ？日本でタブレット端末が発展したのは新型ウイルスの流行以降だから、
導入にかかるコストの概算、機械などを追加する時の手間がどのくらいかかるかわからなかったの。さらにこういった端末のハード面やソフト面は発展速度も速いわ。サイゼは他社を観察して導入コストがどのくらいかかるのか、最適なハードやソフトの登場時期を待ったのよ。そしてそれらが揃ったところでキャッシュレス化に対応したの。そこまで計算してキャッシュレスの導入を見送っていたのか。サイゼリアは企業文化として実験することと改善することを掲げているわ。それが最適な戦略を生み出す土台になっているのよ。なるほど、理系経営集団の名は伊達じゃないんだな。いやー、コスパもいいし味もいい。今日はサイゼにして本当に良かったよ。でしょ、だからサイゼリアは最高なのよ。私たち庶民の最高の味方ですもの。でもどうしてあんなにすごい戦略を考えられるんだろうな。勤めてる人たちすごすぎる。サイゼリアの凄さは市場で自分たちの立ち位置を理解していることね。どういうことだ。他店の真似をするんじゃない、周囲をよく観察して最適な戦略を実施すること、それがサイゼリアのすごいところよ。確かに50円の価格改定とかすごいよな。少しの工夫で大きな利益につながってる。でしょ、そこがすごいの。ほぼコストをかけずに利益を得ている。そしてデートするにも最適な場所。え、デート？だってサイゼほどコスパのいいデートスポットってないじゃない。は？私たちの仲も少しの利益で効果を上げるべきなんじゃないかな。どういう意味だよ。今日はサイゼのデートに誘ったでしょ、それが答え。え、これって告白ってこと？そうよ、効率のいい告白の仕方でしょ。よろしくお願いします。うん、よろしくね彼氏さん。